皆さんこんにちは、みずきです。今日はタイトルにある通りご報告動画になります。 YouTube 今までしてきて、多分こういったご報告動画って初めて、なんか今後の活動についてみたいな感じのは初めてですよね。気になってる方もいらっしゃると思うので、早速お話ししていきたいと思います。実は今日から韓国の美容学校に通うことになりました。そのご報告です。もともと韓国のコスメとかスキンケアとかメイクがすごい好きで、 YouTube でもいつもそういったコンテンツの動画を上げてるじゃないですか。で、動画を上げながらだいたい 1,2 年前ぐらいからですかね、本当に韓国で基礎からしっかり学びたいなっていう思いはずっとあって、やっと今日から通うことになりました。美容学校韓国すごい多くて、もうかなり探しました。ずっとネイバーとか YouTube でずっと検索して、あ、ここいいなって思った学校があって、そこに申請したんですよね。今回の3月からスタートする学期のクラスに申請したんですけど、もう私が申請した時にはすでに定員オーバーになってて、私はキャンセル待ちをして、私はずっと学校から連絡が来るのを待ってたんですよ。で、全然ギリギリになっても連絡が来なかったんで、あ、これダメだったのかなと思ってたんですけど、ギリギリにキャンセルが奇跡的に一人出て、私はその枠に入れることになって今日から通えることになりました。完全にもう韓国人の方たちが通ってる学校で、先生も韓国人の先生で、授業も全て韓国語の授業になります。なのでかなり不安です。馴染めるかも不安ですし、単語とかも全部聞き取れるかなってちょっとかなり不安なんですけど、頑張っていきたいと思います。なのでこれからはもっともっと学校も通いながらたくさん勉強して、もっと詳しく皆さんにコスメとかスキンケアとかメイクの仕方とか動画でお伝えできるというか、ご紹介できたらいいなと思ってます。今までとは違った感じの動画をいろいろと出せるかなと思うので、皆さんよかったらぜひ今後も見ていただけると嬉しいです。たくさん勉強してもっと説得力のある YouTuber といいますか、人になれたらいいなと思ってます。ちょっと時間がなくてバーッとお話ししたんですけど、今日は基礎スキンケアの授業を受けてきます。次は初日の授業がどんな感じだったか、クラスの雰囲気どんな感じだったかをちょっと皆さんに Vlog みたいな感じでお話ししていきたいと思います。ではかなり緊張してるんですけど、ちょっと学校行ってきます。また次の動画でお会いしましょう。皆さん帰ってきました。やばい。授業終わって帰ってきて、本当は動画撮るつもりなかったんですけど、ちょっとこの気持ちを皆さんに今話したくて、もうカメラをつけました。今日はもうみっちり基礎スキンケアの授業だったんですけど、本当にできなさすぎて、もう途中らへん心折れてました。2人組のペアになって相手の方にスキンケアしたりとかしたんですけど、全然できないし、やっぱり皆さんもうすでに勉強されてある方がすごい多くて、本当に私だけもう初心者コースシール貼っとかんといかんくらい本当にできなくて、もうですね、このびっくりして、ちょっともう私はもう授業が終わってもう一人でチーンみたいな感じだったんですよ。しかもこれがまだ日本語で授業を受けるならまだ多分理解できると思うんですけども、ずっと難しい韓国語と、なんて言うんですかね、専門用語をずっともう聞くじゃないですか。なんても頭も忙しいで、するのも難しい、もう忙しい難しいで、本当に魂が終わった瞬間抜けました。あ、終わったみたいな、はいっていう感じで、本当にもう初日から心折れております。これから毎週授業があって、別のクラスの方たちと特別授業とかも一緒に受けたりとかするんですけど、本当にうまくなるんかなっていうか、自分ついていけるかな、大丈夫かなっていう、本当に不安で頭の中がいっぱいです。そしてなんて言うんですかね、やっぱりもう皆さん韓国人の方ばっかりで、こうペアになったりするんで、結構みんなわーって仲良くなってたんですけど、
どうしてもやっぱり馴染めないっていうか、こう私外国人なんで、こう壁がこうガンってここにあるような感じがして、馴染めるかなっていう感じです。こう2人2人のペアになる時もみんなこう自然にペアになっていったんですけど、やっぱり私だけ余るっていう、もう久しぶりにめっちゃ気まずくて、あ、まあこのパターンかみたいな感じで、すごい不安です。今までは語学堂とかでも全員が外国人の中で通ってたので、すごいなんかこう難しいなっていうのを今日感じました。あとはとにかくもう専門用語を勉強しないとなって本当に改めて思いましたね。そして私は授業で必要なコスメを全部購入したんですよ。皆さんにどういうアイテムがあるのかっていうのをお見せしたい気持ちもあり、プラス授業中にこれいりますってなった時になかったら嫌だなと思って全部買ったんですよ。すごい量です。びっくりする、半端ない量のコスメたちと、これも中にしっかり詰まってます。ちょっともう1日目から心折れて動画撮ってますけど、頑張りたいと思います。頑張ってめげずに勉強していきたいと思います。皆さんぜひ最後までよかったら見守ってください。皆さん今日も1日お疲れ様でした。今からもご飯とお酒を爆食いしていきたいと思います。はい、という感じでもう感情ぐちゃぐちゃ、まとまりのない動画、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございます。次は授業中使ってるコスメたちをご紹介していきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。